こんにちは。河原でとうとう4回目の公演になりました。それで今まで、神武天皇から始まってですね、神宮皇后まで、それから壬申の乱近くまで行きましたし、途中真実の仁徳天皇の話も入っております。いろんなこと話してまいりまして、この6月に、聖徳太子の正体、蘇我氏は豊前都にいたという、話を、新しく起こしまして、そのことからですね、今続けております壬申の乱の解明、それに大きな糸口が見つかってきました。その糸口が糸田町の田切りという池からです。でそれを今日は全部ひっくるめまして、今日は真実の仁徳天皇から壬申の乱の終わりまで、飛ばします。皆さん息継ぐ暇もないかもしれませんが、参りましょう。まず真実の仁徳天皇からです。古事記です。ここに住めら御事、お手持ちの資料にかなふってください。原文高山とありますが、万葉集の13番との関係でこれはかぐ山と読むべきです。かぐ山です。に登りてよもの国を見たまいて乗りたまいしく、国の中にけぶり立たず、国みな貧窮す、彼今より水戸瀬に至るまで不津国大御宝の絵付きを許せと乗りたまいき、ここを持ちて大戸の破れ壊れて不津国雨漏れども、かつて修理することなく箱を持ちてその盛る雨を受けて漏らざるところに移り叫ばしき、後に国の中を見たまえば国にけぶり見てり、彼大御宝止めりと申して今はと絵付きを仰せたまいき、ここを持ちて大御宝栄えて枝地に苦しまざりき、彼その御をたたえて聖帝の御をと言うなり。これが有名な仁徳天皇が民のかまどから煙が上がっていない、民は疲れているぞと、だから3年間税を取るなと言った、あの有名な民のかまどのお話でございますね。一番最初にかな振ってもらいましたでしょ。かぐ山なんですよ。その山にお登りになって仁徳さんが、その3年後にですね、もう一回登られたんですよ。そしたら国中に煙が満ち満ちていた、そういうお話でございますね。世界にも稀な、まさしく仁徳、仁の徳にあふれた帝がここにいらっしゃったと、河原にいらっしゃったという、それが確かここ河原で2回目の公演でしたね。その本物の天のかぐ山は、最初に今日つぼれくんがやってくれましたように、金と銅が取れるのが古事記日本書紀などに出てくる神代の天のかぐ山です。ですよね。ですから奈良県の天のかぐ山は何も取れない、だからこれが本物だと、河原の三山が本物の山と三山だということをどこの会場でも言っております。この三の竹に仁徳天皇が登られて国見をなさって、それで3年間税取るな、それで3年後に登られたら煙が立ってたっていうんですね。その間の貧乏生活見ました。税金取らないから宮殿の修理ができない、雨漏りがした、でしょうがないから箱で受けて、それで雨の持っていないところを皇后と一緒に点々と過ごされたって言うんですよ。そういうお話だったんですよね。このお山です。だから私は仁徳天皇さんの故事は、お話は本物ですよと、しかもここ本物の天のかぐ山のあるこの河原の土地のお話だということを、もういつも全国で言って回っとるわけでありますね。さあ、そしてそれで万葉集に見事にかぐ山というキーワードさえ見つかったら、住めら御事かぐ山に登りて国見せし時の大御歌、これはだから2度目に登られた時の歌です。大和には村山あれど、
鳥居山のかぐや山、登り立ち国見をすれば、栗原は煙立ち立つ、宇那原は釜目立ち立つ、宇摩市国蔵、豊秋津島山との国は、繁華、渡津の豊畑雲に立ひさし、今宵のつくよ、さやに照りこそ。さあ、こういうふうに解釈しました。大和の国には多くの山々があるけれども、耳鳴りとうねびの峰と連れ立って、鳥よろうのよろうというのは田川方言で連れ立つという意味だって聞いたんで、こう解釈変えました。だから散々でないとダメです。連続してないとダメですね。連れ立ってそびえる天のかぐや山に登り立ち国見をすると、今や国原は人民の水源が盛んに立ち上る近江の海原、いいですか、古代の天のかぐや山から海が見えたんですよ。その海原は釜目が盛んに飛び立つ良い国だ。豊秋津島大和の国は、万葉集の原文にはこの豊の字が落ちてるんです。それを私補ったんです。多分こうだったはずだと。誰かが何かを隠したくてわざわざ豊を削ったんです。そしたら繁華が蘇ったんです。大海の豊畑雲に入り日の差すのみた今夜は月もさやかに照ることであろう。人民のかまどから水煙が立ち上った豊秋津島大和の国の将来も明るい。そして私の心も晴れやかだ。こういうふうに万葉集が見事にこの河原の土地で蘇ったんです。奈良県じゃダメなんです。この地図も何度もやってきてますね。遠賀川流域にはかつてああいうふうに高遠賀湾が入り込んでいましたよということです。ですよね。はい、今回この地図ここにちゃんと大和三山河原三山入れましたもう少し海が入ってたでしょうから、西暦400年代、見えたでしょうね、肉眼でね。今でも三十岳登りますと、あの宇部の方が見えてますもんね、海がね、瀬戸内海の端っこがね。じゃあこれだけの距離だったら、もう昔のあの私と違って近眼でなかった仁徳天皇さんは多分すぐ下の海のカモメが見えたはずなんですよね。無理ないんです。全てが現実なんです。万葉集というのは眼前の現実を歌う歌なんですから。その点からいけば奈良県は海も見えないとこなんですから。だから言ってるでしょ、奈良県はニュー大和王朝ですよ。こちらの田川の中心にあったところがオールド大和王朝ですよと。8世紀の後半以後に天皇から庶民まで大引っ越しした先が今の大和ですよって言い続けてるわけです。私の信念動きません。そして今日ちょうどつむれさんがいいこと言ってくれましたね。ここの河原岳の石灰石は真っ白なんでしょ。でこの仁徳天皇さんが2度目の国見にお登りになるときに、皇后であったと思われる神永姫皇后がですね、春過ぎて夏来たるらしい、白妙の衣干したり山のかぐや山って歌われたんですよ。旦那さんが国見にお登りになるのを見送る歌だったんです。でこの河原三山は平安時代の初め頃まで豊後の火山活動のせいで草木が生えていない山だったんです。だから春が過ぎて夏が来たらしい。で周囲は緑一面なんですけど、その万緑の中に河原三山だけが、天のかぐや山だけが真っ白に照り輝いていることよ。その山を、その天のかぐ山を今私の夫が国見のためにお登りになっている、どうか神旅のかまどがにぎわっていますようにって、こういう歌の意味だったんですよということを日本で初めて発表したんです。さすが文学部出身でしょどこの大学の教授にも負けませんよ。数節見てください、これですよイメージ。もう山登ってない。これ日本書紀高台から見たって書いてあるから、だから日本書紀そこをごまかしたんですね。それから通説の仁徳天皇の一番の謎、こっち側の絵、大佐崎のスメラミコトと八田の若イラツメに嫉妬する岩の姫皇后、
あの仁徳天皇さんの後半はおかしいでしょ。下品な言い方したら女の尻パックをかけてますもんね、あの大佐崎さんはね。仁徳天皇さんはあれ仁徳さんじゃないでしょ。で実は私はこの大佐崎が本物の仁徳天皇さん宇治天皇を殺したんですよと、その宇治天皇の皇后であった神長姫を無理やり寝取ったんですよと、そういうことを私真実の仁徳天皇って本で書いちゃったんですよ。だから実は二人の仁徳がいたんです。一人は善玉、民のかまどを大事にした人、それを殺した側大佐崎と、その殺した側の大佐崎が現代で仁徳天皇と言われて、それどころかですよ、したがってもこの話だけで皆さんは一つだけ記憶してください。大阪府堺市の仁徳天皇陵、絶対偽物ですからね、あれあれを世界遺産にしようとしてるんですから、日本の将来暗いです大佐崎がいたところあそこです、入閣の御社八部、その向かいにあるのが高山、あれ高山なんですね。であそこ四天王寺椿一杯です、また後で出てきます。さあそしてその仁徳天皇さんが税を取らなかったということで、今度は民が恩返しするんですね。さっき言ったでしょ、雨漏りのする宮殿だったでしょ、それじゃあってことで今度は人々が一生懸命働いて突貫工事で新宮殿建てるんですね、新しい宮殿を。そこに仁徳さん引っ越しされるんです。その時の歌が万葉集7番に残ってたんですよ。彼の野の三草刈り吹き宿れりし、宇治の都の刈り干しおもほゆ、だから宇治天皇さんであるし宇治の宮だったんです。これがそのボロボロの雨漏りする宮だったんです。もう解釈はよろしいでしょう。で金野のここにあります、金山がありますね。その金山の先、木部川のあたり、あそこが金野のですね。これを万葉集の今までは秋野のって言いましたんですよ、こう書いてあっても。でもそれ違ってたんですさあその宇治の都、京都府宇治、もう一回いきますよ。あれは8世紀後半以後にここにいた、ここの河原の宇治にいた人が向こうに移っていって宇治になってるんですからね。はい、宇治の都ここです。河原の阿蘇熊社というお宮さんです。でこれをこの前梶町長からお聞きしました、土地の人は上厳様と呼ぶんですって。だからやんごとなきお方がいらっしゃったお宮さんの跡なんですよ、まあ、明らかなんですよ、地元の伝承が絶対です。でこの小宮八幡宮というのはもともと阿蘇熊社のところにあったお宮さんです。だからこれ古宮って言わないんですよね、小宮っていうんですよね。でその阿蘇熊社があるところを小宮ヶ花っていうんです。その下はもう宮原の橋です。はい、であそこに宇治天皇さんがいらっしゃったらしいんですよね。早く野村君に掘ってほしいんですがね。